皆さんこんこにちは大地です、えー、今日は何ヶ月かに一遍のそう酔っ払っている <laughs>、えー、ビデオ撮影投稿の日です。去年、ね、あのアドバンス6期というね、えー、まあうちのスクールの一番上級のクラス、えー、でね去年の10月からスタートした期が6ヶ月経って完了したんですけどねまあ全員が最初に立てた目標を超えた全員超えた回だったんじゃないかな。あのー 僕自身もなんか本当にこんな風にねみんなが上達しそしてそれ以上の目標を叶えるっていうことがあるんだってねコーチング業界にね十何年いながら本当に感動するぐらい大きく飛躍したほら成長曲線ってねこうやって最初はなかなか伸びないけどぐっと、ね、伸びて本当に目標期限内に達成できるとかそれ以上のことが起こるんだとだから諦めずチャレンジしようとか言うけどそれがあ全員にこうやって起こるんだなっていう。 本当にそういういことを体験できたた僕にとっっても貴重な機会でしそたくの木じゃないけどねあのほらたくの木って何て言うんですかこの卵からねあのひなどが生まれる時に、ね、ひな鳥は内側から生まれたくてつつくそして親鳥は外側からそれを感じてつつくそれが噛み合った時にね殻が破れるというのでその瞬間のことを示す言葉そったくの木っていう言葉がありますけれどもなんかそれみたいなもんでねあのなんか私の この頑張りとととかかか努力とか働きかけとそれからなんか参加してチャレンジしてくれたコーチたちの思いとかトライアタックというものがなんか噛み合った時に本当にこういう素晴らしいことが起こるんだなというのを改めて本当に改めて感じてなんかねえ十何年こういう仕事やってきてなんか一つ壁を乗り越えたなと。 本当に一緒になって想像を超えたトレーニングっていうのができるんだなというのをねし,みじみ体験したた。た。日でしし本当に良かったで、ね、しばらくねコーチを見てるとねそのなんか、まあ、僕は今までね1,800人以上のコーチと一緒にトライしてきたけど見てるとね内側にあるね本当はこの人こういうコーチングをやるんじゃないかなっていう像があるんですよ。 でほらあの彫刻家がねあの内側にあるものをこの掘り出してるというかね周りを削ってるだけなんだというふうに言うことがあるけれどもあのそういう感じでねあの本当はこういうコーチングができるはずでだんだん分かるようになってきたんでこれが持ち味だってね今日終わった後にねクワちゃんという参加者がねあのアドバンスコース受けるかどうか、ね、説明会に話し聞きに行った時僕がね彼に言ったんだよねクワちゃんに。 本気でクライアントににれるるようになる真剣に自分の内側にある熱でねクライアントに関われるようになったら大きく変わるよコーチングがって言われてで自分もそれができるようになりたいっていうふうに思ってで入ってで本当にそれそしてそれ以上のことができるようになったって今日言ってくれて私も今日クワちゃんのねコーチング見ててでああそうこれが私が見てた。 あ,のあなたの内側にあったコーチングだよと思ったし、まあ、実は今期ね私が一番厳しいフィードバックをずっと投げかけ続けた、まあ、美咲さんっていうコーチがいるんだけど彼女は上手だけどねでもっと本当に自分の直感感性感覚を信じてで真剣にこう向き合って、ね、っていうのがあったら本当に素晴らしいコーチになるなと思っててでそこを、ね、ノックし続けてたけども気の気をかけてね 本当にああそうそう私が見たかったのはこれですよ私が感じてたあなたのコーチとしての可能性はこれですよでこれをどうやって育てていくかということを一緒にやりたかったとだから本当にあのそこにつながってコーチングしてくれてありがとうと思うようなねコーチングを見せてくれたまあ,あのこの2人だけじゃなくてみんなそうなんだけどでもねなんか自己一致とか言うじゃないこの自分とつながってって。で本当の自分とつながるってイメージとしてはね 自分が本当に純粋に自分自身だった子どもの頃っていうののまんまそれを使ってそれを開花させて大人になったこの自分が知ってるコーチングみたいなねでそういうコーチングがあるんだよねでそれをこう見てるわけでそこにいってほしいなとでうんなんかようやくねどうしたらそういうその人の本来の姿を使っているコーチングに、ね、なってくるかなっていうのにねなんか今回。 迫れるやり方といううのがが、ねえー、見つかっててきたような感じがして、えー、非常に、えー、幸せでしたまあこんな風にねいつも課題を持ってなんか過去のねやってきたことを乗り越えようと思ってチャレンジするそうするとまあ何年やっててもね少しずつやっぱりやり方変わったり上手になったり理解ができたりしていくんだなと自分のことも観察しておりますということで良い週末でした今日ははここままででそれではまた。